皆さん、こんにちは。アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本はこちらです。アマミでハブを40年研究してきました。ハットリ・ショウサクさんです。 で、この方はですね、あの、研究所があるからといってですね、アマミにまあ赴任するんですけれども、まあ数年ぐらいでまあ交代して、別の人に交代してと思ったらですね、結局交代しなくてですね、40年ぐらい、あの、アマミにずっといたわけなんですね。 で、私はですね、結構ヘビが好きで、あの、ニシキヘビ首に巻いて喜んでたりするのでですね、まあ、ハブは危ないので、まあ、そういうことはないんですけれども、ヘビ関連は好きなのでですね、この本は本当に興味深く読みました。あまりですね、ヘビが、あの、どうですね、苦手な方は、もしかするとちょっと厳しいかもしれないですね。 でですね、何しろ奄美大島はですね、あの、生物の保護というか、もう固有種も多くてですね、あの、ま、今後ちょっと保護とかも必要だし、 あと、そのハブをですね、まあ、退治するために、そのマングースをですね、入れてしまったら、まあ、他の生態系が崩れたりしてですね、あの、マングース、あの、バス、マングースバスターズとか言ってですね、なるべく、まあ、本当かわいそうだと思うんですけれども、駆除したりですね、やはりですね、いろいろ、あの、その土地によっていろいろあると思うんですけれども、 何しろですね、この本はですね、奄美大島のもう魅力がたっぷりで、あと、ま、あそうですね、その、のんびりした気候とか、あの、住んでらっしゃる方のですね、あの、気質とかがですね、すごく面白く書かれていますので、皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。はい。今回もご覧いただきまして、ありがとうございました。またこのようにですね、あの、すごく生物に詳しい本がありましたら、こちらでご紹介しますので、 次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。